問コーナーもね、皆さんお喜びいただいて、お喜びいただいたらいただいてプレッシャーになるよね。わかんないです、別にプレッシャーないですけど。なんか質問ないかなと思った時に、あのお姉さんを思い出したら、トロロッソかな、なんかいつも巻き尺でコロ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 、巻き尺ではコロコロしないでしょ。なんかコロコロなんか測ってる お姉さんいるじゃん。まあ距離を測るやつね、コロコロね、うん、巻き尺だったらいいじゃないですか。だからコロコロするわけじゃん。コロコロしないじゃん。そうだそうだ。なんかピットレーンのところにいつもいるじゃん。で、はい、なんかピットロード、このずっと出口のところでコロ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 測ってる。あれ何を測ってる？言うとも知ってるくせにだからね。やらせがここまで来たかっていうね。いやだから。じゃああれ何なんですか、太郎さん、あれは。ピットレーンでコロコロやってるやつは何なんですか、あれは。あ、でもマジで一回教えてもらったのちょ覚えてないんだよ。何か測ってんの、ね、何測ってるんですか、ピットレーンで。ピットレーンの入り口からピットレーンの出口まで何の距離測ってるんですか。そうだからあれ何のために測ってんだっけっていう。ちょっと考えりゃ分かるでしょ。でも長さなんか改めて測る必要あるのだって。そこが、うん、まあやってないチームもあるかもしれない、うん、もともと去年ここ、例えばホッケンハイムだったらホッケンハイム入り口から出口まで何メーターだったねっていうのは、うん、まあサーキットですから変わりようがないですよね。変わらないでしょ、うん、でも、うん、スピード制限がありますよね。ああはい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 。で、こっから80キロ制限ですっていうこのここが、うんうん、まあ、変わってるかもしれないじゃないですか。ああ位置がね、はい、うんうんうん、ピットレーン自体は回収されてなくても、うん、どこに設置するかは変わってるかもしれないし、はい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 、それでいうと、この80キロ制限のところだけじゃなくて、うん、ピットトレーン、例えば最終コーナーのとこからピットレーン入り口があって、うん、この80キロ制限になるところまでの距離も変わってるかもしれないでしょ。ああそう、だってここの制限のところまでは全開で来てもいいわけだから。ああそうかそうかそう、うん、この距離を正確に把握しておくことってすごく重要なんですよ。ここから80ですよっていうところの段階で80キロになってなきゃいけないところね、うん、でここからピットレーンの出口まで、うん、まあ計算上80キロで走り続けるわけじゃないですか、うんうんうん、そうするとここに何秒かかるねは分かりますよね。あ、距離を測っとけばね、はいはい、うんうん、で、ホームストレート全開で走ってた時は何秒で、うん、ここからここまでは、はいはい、でここは何秒だって考えれば、うん、ピットインした時のロスタイム分かりますよね、うん、あそういうこと。だからあの某テレビ解説者の人も言ってるじゃん、ピットロスタイム何秒ぐらいですね、うん、っていうのは、うん、あのまあ、そういう計算を、まあ、チーム側はちゃんとそこをやって、うん、まあ、あともちろんピットストップの その静止時間も含めてですけど、うん、それをちゃんと計算してるわけですね、はあ、まあ、もちろん去年のレースのピットストップにかかった時間っていうのはデータあるので、うん、はいはいはい、その距離が変わってなければその通り、まあ、ほぼほぼロスタイム何秒っていうのは分かるんですけどね、去年のデータ見れば。じゃあのコロコロしてる姉ちゃんを見かけた時は、あ去年と位置が変わったんだなと思えばいいってこと。まあ、分かんない、だから測ってみて、あ変わってないねで確認してるかもしれないし、あそういう意味でね、はい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 、もちろんあの変わってる、うん、かもしれないことを前提に一応測ってるわけですね、うん、あのお姉さんは のあれだけが仕事なのかね。そんなことない、いやもちろんそんなことないですよ、あれだけのために雇われてないね。それこそ例えばストラテジストだったりするし、へ、うん、結局レース戦略にすごく直結する話なので、そこは。あそういうことね、うん、普段ねテレビ映らないじゃん、コロコロしてる人なんて。まあ木曜日にやってますから ね基本的にはね。だからそれで言うと、例えば自分のピットガレージから、はい、ピットレーンの出口までの距離も測っとかないと、ガレージアウトしてからピットアウトできるまで何秒かこれ分かんないじゃないですか。で例えば予選でこのタイミングで出さないとここで間に合わないよっていうのが、ガレージアウトからピットアウトまでの時間を計算しとかないと、そうするとおバカになっちゃうけど、あれチェッカー振られちゃうってことだ。それもあるし、例えば予選でその誰の車の前に出るかっていうコース上みんないっぱい走ってるところで、この車が誰もいないところに出したいよねって、じゃあこの車があのどこどこコーナーに来る前に出さないと、うん、こう間に合わないよねっていうのを計算しておくわけですよ。ああ、でその計算間違えるとこの辺でもんちゃんみたいに言ったじゃん僕。そうそうそう、でもなもうみんなの真ん中にいるみたいな。そうそうだから何秒前に出さないと間に合わないよとか、そこから逆算して何秒前にエンジンかけないと間に合わないよっていうところまでチームは把握してるわけですよ。へ、それをもとに今レースエンジニアが今エンジンかけてっていうのをやるんですけど、うん、そういうことね。感覚ではやってないですよ、そういうのは。ちゃんと数字でちゃんと把握した上でやってる。
それこそあのピットウォールのこういうコースマップ、うん、GPS で誰がどこ走ってるか表示するそのコースマップのところに、うん、ここのところまでにガレージアウトしなきゃいけないよ、ここまでにエンジンかけなきゃいけないよっていう印ついてますから、うん、そうなんだ、それ見て、あ、じゃあ今出せば間に合う、この集団の前に出せるっていうのを把握するんですよ。じゃあ、あのあそこが映った時によく見るとなんか印がついてるかもしれないとかね、うん、ついてます。へえ、皆さんぜひそのモニター映った時チェックしてみてくださいねなんか他に木曜日だけやってることってあるの？木曜日だけやってること、要はテレビに映らない、そのコロコロも映んないじゃん。それはまた別の動画で解説した方がいいんじゃないですか、人ネタになるから。ああ、そうだね、いっぱいありますよ木曜日、ね、うん、木曜日サーキット行って、あの、まあ、皆さんもねピットウォークとか、うん、あのサイン会とかで木曜日行くチャンスあると思うんで、うん、あの見てると普段、まあ、レース週末にやらないこと、うん、とか、まあ、レース週末に向けた準備とかは結構やってますよね、うん、あ、なるほどね。でまたそれはねちょっと別の動画でお届けしたいと思います。見つけられるかどうか、見つけられるか、ね、質問できるかどうか、ね、まあ、それはそれはまた楽しみがね一つ増えたということで、はい、皆さんからの質問もお待ちしております、ね、あのどんどんあの下に書いてくれば太郎さんがペロッとパクってきますから、はい、あたかも自分が見つけてきた質問かのようにという。でも見つけてきた時はあのツイッターで見たんだけどとかちゃんと言ってますからね、皆さんどしどし、はい、あの質問の方投げてください。ハッシュタグは太郎ノートでいいんですか？はい、いいですよ質問が激甚されちゃったりして確かに